おはようございます。韓国3日目の朝です。現在の時間は8時40分ぐらいですね。かほちゃんはもう今仕方出かけました。単独行動です。私はこれから、午前中一人でカンナムアクジョンあたりをちょろっとお散歩してみたいなと思っております。昨日歩いた歩数は、2万5千歩ぐらいかな。で、おとといが2万歩ぐらい。今日は一体何万歩歩くことになるんでしょうか。それでは今日も元気に行ってみよう。かわいいです。かわいい、ありがとう。わー、これキティちゃん仕様になってるわ。アップルペイ使えるよ。アップルペイ使いますよ。キャー、シナモン。この種類ってこと？キャン。なんかすごいね、いろんなものが全部アイノコみたいになってる。なんかほら、違うお店で見たことがあるような形状。そう、あえて今言わなかったんですけど。シナモちゃん、シナモちゃん、シナモから。何アイスなんですか？あ、これですね。このカチューシャ買ってきたいです。そっちなんだね。300円ですよ。めっちゃ安い。その隣の、これもいいんじゃない？マイデイ、マイデイ。あ、かわいいじゃん。韓国はこういうのも全部デリバリーでやってくれるんですよ。こっちまで。わあ、かわいい。アイスケーキ？めっちゃかわいいですね。クマちゃん、クマちゃん。わあ。かわいい。かわいいか。ねえ、クロミちゃんがカチューシャして作ってんだけど。おー、あ、はい、来てください。はい、ゴー、マイメロなんだけど。UFO キャリアになってる。あ、ペコちゃん、お尻、かわいい。はいやー、本当だー。値段が安いの？アイスクリームケーキの値段とか全部3000円以下だった。そんなに安いの？確かに。わー、ここでワッフルを焼いておりますよ、これ。あ、クロミちゃんとマイメロちゃんの T シャツでございます。楽しんじゃってる。ケロケロキャって、すっごいサンリオ来てるやん。お腹に余裕があったら食べたかったな。ブラックソルベですね。あのレモン系の、あれです。一番人気。もうないね。新しいのが続々と。
チでバスキンロビンスカンナムの通りの、サンリオコラボを今やっているので、キティちゃんコラボのアイスをちょっとこれから買ってみたいと思います。レッツゴー。じゃーん、こちらが買う機械です。実際にしてみようと思います。でアイスクリーム洗濯で一番ちっちゃいサイズがこれで、これが店内で食べるやつのかな、ワッフルで、これを押します。そしたら人気品番が出てくるんだけど、私は今回キティちゃん仕様にします。そうすると、カートに入りました。で金額はこれで、持って帰る人はこっちもポチッとする感じですね。ですね。よいしょ。でこれで、お会計に進む。でクレジットカードとか、これはちょっとおすすめ、ワオパスとか使う人はこの、ペイのところを選ぶそうです。でこれで5100ウォンです。今バスキンロビンスの中で実は私一人時間なんですけれども、アイスクリームを買いました。こちらが、キティちゃんコラボのヨーグルトアップルっていうアイスクリームの一番ちっちゃいサイズ買いました。見て、じゃん、お兄さんがクロミちゃんの帽子をかぶって接客してるっていうね。なんかもう世界観がサンリオコラボ中だからめちゃめちゃサンリオな感じなの。ちょっと早速いただいてみたいと思います。ではなかなかお一人様が許されるお店がないので、一人でもこうやって食べられるっていうのはありがたいね。いただきます。ちょっと待って、あれ、あ、ちょっと待って、いただきます。じゃーん、アップルヨーグルト、いただきます。あ、美味しい。うん、リンゴだね。なんか赤いこのさ、アップルだけど青リンゴっぽい感じの味がする。中に見て、アップルゼリー。最初グミかなと思ったんだけど、グミまでは硬くない。アップルゼリーだね。ん、が入っています。ゼリーの形はこんな感じ。あ、あれ、もしかしたらこれさ、キティちゃんのリボンの形なんじゃない？待って、あ、落ちた。やばい、落ちちゃった。ごめんなさい。え、これキティちゃんのリボンの形してない？関係ないかな。もう一個ないかな、どっかに。なんかとにかく今さ、ソウルの中でサンリオコラボやってるお店がめちゃくちゃ多くて、でも食べれるで。サンリオがトレンドなのか、ちょっと情報として私なかったんですけれども、サンリオがトレンドなのかご利用しされているのか、どちらかです。今日これから向かうソースの方でもシナモロールとのコラボカフェになっているポップアップもあるみたいなんで、サンリオでは全体的に、あ、サンリオでは全体的じゃない、ソウルでは全体的にサンリオが押されています。
日本ブームなのかな。ちょっと一回ゼリーもう一回出して、ごめんね、ここは一回カットするか。うん、やっぱりリボンの形してる。ごめんなさい、こんな形でごめんなさい。キティちゃんのリボンの形のゼリーが入ってます、皆さん。でっかいな。このカップは、紙じゃない。あれだわ。洗って使えるやつだな。プラスチックだった。ちょっとじゃあ食べ進めて全部完食したらソースに行きたいと思います。というわけで今回はここまで。ちゃんと食レポしようとしたつもりがリボンを落としてしまって本当に申し訳ありませんでした。爽やかな甘さのアップルヨーグルトアイスでした。美味しかったです。次の動画はいよいよソンス、初めてのエリア一体どうなることでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。